バリサン TV。 バリサン TV。 よし、よし、元気よく行きましょう。よし、俺ね、この間京都大作戦にいろいろ行ってるね。バスケのさ、MC やってるからね。ボジェさんさ、いろんなことしてるね。そう考えるとさ、だってそれこそデッドポップ、デッドポップじゃねえ。ああ、そうだね。ね、それでその予選で MC やってたりとか、そのバスケの MC で京都大作戦出てたりとか。ただでも公認っていうわけでもないんだけど、京都大作戦、名前とかがなんかクレジットされるわけじゃないんだけど、その2日間のそのバスケのゲームの、いやすごいね。いや京都大作戦楽しい。全部楽しい。楽しい。だってレッドポップも言ったけど、楽しかったし、うん、楽しかったって言ってたもんね。うん、いや京都大作戦はそれ何が、それ言い方は難しいけど、こう何が一番楽しい。なんかそのあるじゃない、フェスの雰囲気というか。俺行ったことないからさ、分かんないけど。なんかその京都大作戦のライブは正直ね、見れないのよ。ああ、その MC やってるから、ね、MC やってるから、うん、ただお客さんがすごい愛があるというか、優しい、みんな優しくて、フェンフィーと愛みたいのがすごい。だからそのイベントをみんなで大事に盛り上げていきましょうみたいな、極端な話、うん、それは俺はなんかたくま君も X でなんかゴミが本当に一つもなかったみたいなのを見て、ああすごいなと思って。でバスケを見にも結構なお客さんが来てくれる、うん、で体育館で暑いから涼みつつ、それもすごい盛り上がるし、普段なんかバスケットのああいうのってヒップホップとか、うん、そういうのが多いんだけど、その日はみんな DJ がロック中心でかけるんだけど、それがもうすごい盛り上がる。でお客さんもその超えてないから、バスケット見るのに、だからなんか単純にフリースロー決めただけでも盛り上がったり、イエーイみたいな、うん、なんかすごく愛にあふれてる空間っていうのが、あれも出てたでしょ、うちのバリサン TV ファミリーのあやともんとこ。ああ、出てましたよ、メイソン。ああ、まあもちろん 見れなかったけど、ファミリーね。ファミリーでしょ。それはしたら10フィートの何キロファミリーですから、ね、そうなの。来てくれてるの。でもシュート打ちに来てくれました。ああ優しいね、うん、それ回ってくれるんだね。そうそう、ね、ただでも全ステージを10フィートのみんなは回ってるみたいで、すごいね。すごかったな。なんかでもライブは見れてないけど、もう一つも見れなかったけど、でもなんか雰囲気を楽しめる、すごくいいフェス、素晴らしい、はい、うん、そんな感じです。はい、じゃあ紹介してもよろしいでしょうか。どうぞ。わかりました。私ね、うん、そのアルバムっていうかアーティストっていう感じになるんですけども、今日紹介したいのは、うん、あれですね、愛知県のバンドですね。愛知県、小島。おお、小島ね、懐かしいね。懐かしい。なんかあのエアジャム世代の、まあ、ああこんなアルバムなの？じゃあね、俺がねファーストを持ってきたかったんだけど、ファーストがね全部持ってたんだけど、ファーストだけ見当たらなくて。ファーストってどういうジャケ？ファーストがね、黒いね、あのバッタイムローリンとか入ってる。俺ね多分ね、ファーストじゃない持ってるの。ある言ってくれたら持ってきたの。いやいや、俺ユッティさん小島通ってると思えなかったからな。これなぜ持ってるかというと、元相方からパクったそれはマンブルのじゃないの、グーニーズ。グーニーズの沖縄でね芸人やってる寺崎さん、取りに来てください。東京まで、沖縄の寺崎さん、あなたの小島持ってますよあとロンドンナイトの12インチを持ってます。あら、それを返してもらった方がいいんじゃないですか。ちょっと取りに来てください持ってってあげなさいまあそうそう、だから小島ってさ、だからあの世代、あ、じゃあエアジャムの世代の中とはまた違う、うん、やっぱだから極端なスメールとかとさ、小島とかってやってた、いや山梨も一緒なのかな、その辺がやってた。だから全く俺が知らなかったそういうバンドの世界で、界隈というか、うん、でめちゃめちゃかっこいいなと思ったら小島で、まあ初めに知ったのが抜群のさ、お西尾さんが、西尾さん好きだったね、小島が大好きで、好きだったね。で西尾さんに俺教えてもらって、あこういうバンドがある、うん、いてかっこいいんだ、行こうやっつって、でもう本当に西尾さんと、それこそアンタッチャブルの柴田さんと結構来るたんびに見に行ってたよ。
あ、東京に。東京に。それで聞くたびにめちゃめちゃ良くて、かっこいいな。でなんか見た目がさ本当にいかちかったね。そう、全員さ、うん、タトゥーじゃあれは入れ墨っていうのかな、分かんないけど、モンモンっていうのかな。でみんなボーカルスキンヘッドでちょっとね、恰幅のいいヒッチャメンっていうのがボーカルで、めちゃめちゃ見た目はもうめちゃめちゃいかついんだけど、音と歌詞がめちゃめちゃポップで聞きやすい。あ、そう、歌詞も、歌詞がね、だからなんていうかちょっと繊細な歌詞というか、なんか俺の中でちょっと綺麗な歌詞を歌うのよ、うん、ちょっと詩人っぽい感じ、感じだからちょっとブルーハーツっぽいところも、ちょっと青臭いじゃないけど、でなんかすごいストレートでもない歌詞を書くその入れ墨の人がいて、バックの人たちの音も全然ハードじゃない。結構なメンバーいるんじゃないかな、極端な人、俺10人ぐらいいるようなイメージ。分かる分かる、結構な大人数だったイメージ。全員入れ墨入ってると思う、多分分かんないで、めちゃめちゃかっこいいっていうので、もうドハマりしてって、まあ、来るたびに行ってみたいな。だからスカっていうか、なんかパンクロックの中にパンクロックに管楽器が入ってるようなイメージ。なんかね、多分ね、テテ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 うちの人力車の、うん、その時の、バカバクソっていうライブ、それのねオープニングの曲だった。あ、そうなんだ。だから俺なんか覚えてる。それでそっからデデ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 デって暗転中になって、名店になって、オープニングの芸人がバーどうもーって出てくるイメージ。合うかもね。そう、なんかそのイメージが、まあ、そうそう、曲調的には本当にその曲調っぽいのが多くてみたいな、うん、それはファースト、それが入ってる。ねそれ違う、3枚目かな2枚目かだと。そうなんだ、うん、そう、なんかそれがね、うん、イメージがある俺は。いや確かにね、柴田さん好きだった気するわ。なんかね、うん、一緒によく行ったような思いがあるんだよ。もうどこでやったの？ロフト、ロフト、もう本当にロフトが多かった。新宿ロフト、旧、旧ロフトね。で好きすぎてさ、最終的に打ち上げも1回ぐらい西尾さんと、それ何で、なんか西尾さんがもう顔刺されてピッチャーメンと、うん、そう仲良くなって、あれ抜群の人だみたいになって。で、あの人ほら DJ ネームがそのうちニッチャメンになってた。ああ、そう、そっから来ちゃう。そう、ピッチャーメンから来てあ、知らなかった俺。うん、あ、それはなんか西尾さんアイドルの DJ やってた。そうそう、それニッチャメンっていう DJ ネームでやって、それもなんか公認でもらってた。あ、そうなんだ、うん、あ、打ち上げも行ってんので、1回だけ行ったことある、打ち上げ。でも何も喋れなかった、怖かったから西尾さんの横でめっちゃ怖いもんだってマジで。もしかしたらあの時のアフロの子はがモジャさんと思ってないかもしれない。あ、そうかもね。で、あ、でもね、その後にね、名古屋の友達のダムのしんちゃんっていうのがやってるイベントにアニマルってさ説明がなさすぎるのよ名古屋の。そうそう、あ、そのしんちゃんってやって子がイベントやってて、しんちゃんって子がって、そのしんちゃんもどういう人かを説明するのよ。だからドラッグ&ミュージックっていう、そう、そういうふうに説明したい。クルーシャルっていうお店をやってる、そう、しんちゃんっていうのが名古屋にいて、うんうん、そう、説明してほしいぐらいだよね。イベントやってたの、あ、ステイハイっていうイベントの、うん、そこにね、アニマルズっていう小島のそのニッチャメンが、いや次にやってる、今もやってるんだけど、アニマルズに出てる時に一回だけ、あの、僕っつって、実は、実は、うん、でもそれもから、あ、そうなんやみたいな怖いからで、見たけどね、めちゃめちゃ。小島って見たことあんのかな、なんかでもさ、スネイルランプはめちゃめちゃやってて、一緒にあの当時、うん、あ、じゃあ見てんのかな。俺スネイルランプって見てんのかな。あ、俺謎に石丸さんと仲いいけど、うん、俺もしかしたら洋服屋で知り合ってなかった。あ、そういうことなんだね、うん、だからもしかしたらライブちゃんと見たことないのかもしれない。あ、逆に俺結構見てるかも、だからその流れで。あ、そう、一緒にやってるから。あの、間違ってたら悪いんだけど、フルトラップっていうバンドがいて、フルトラップっていう、ね、うん、そのバンド主催のね、ディープタイズっていうイベント名だったかな。それに、まあ、その小島出たりとか、スネイル出たりしてた。それもよく見に行ってたから、
小島見に。なんかね、うん、俺ね今ふと思い出したのがあれはね新宿の怖い話する。いや違うクワトロかな、うん、新宿、うん、新宿、うん、新宿にリキッドルームあった昔。あった、あったよ、ね、あった。新宿のリキッドルームで、うん、ねハードコアとスカのなんかそのイベントがあったのよ。なんかね TV フリークなんたらみたいなタイトルだった気するんだけど、なんかあったかもね、そういうの、うん、で、うん、ステートクラフト出てたから、うん、俺は見に行ってたの、うん、その時に小島が出てた気するんだよ。小島とかヤングパンチとか、あ、それこそポットショットとかも出てたかもしれない、ね、でハードコアはナムとかステートクラフトとかなんかその辺が出てて、で見に行ったの覚えてるんだよな。なんか多分それで見たのかもしれない。いや、いいよいいよ、本当。今最近だから小島をちょっと紹介しようなと思って聞き直してるんだけど、いいし、多分見てる人ってどうなんだろう、この辺も通ってるのかね。いや通ってるんじゃないかな。だからその山嵐とかが好きな人は好きなんでしょ、うん、いやだからこの辺もちょっと俺だからどうなんだろうっていう、本当にやっぱさ一番のさ太いところってさやっぱエアジャムなイメージがさ、うん、あるけど、うん、でも小島とかいや人気はあったあったあった、めちゃめちゃかっこよかったから。うわ懐かしい、ミスターオレンジとか。あミスターオレンジね、うん、懐かしい。また主流が違うね。クリケッツとかね懐かしいな。クリケッツ、クリケッツね、ベンチウォーマーね、ベンチウォーマーね、ベンチウォーマーって、うん、知ってる、ハイスタとかとも一緒にやってんだよ。あそう、でステートとかともやってたじゃん。で多分この辺とかもやってるのよ。ベンチウォーマーは好きな人多かったよね。ベンチウォーマーのね、うん、入ってるね、オムニバス、うん、未だに持ってるよ。デンステンステンアラダリグレイってやつね。わあ懐かしい。ベンチウォーマーやろう今度。やってくださいやろう。うん、聞きた。わあベンチウォーマーかっこいい。まあでもベンチウォーマーはどっちかというとちょっと太いところに入ってそうだよね。いや違うと思う。ちょっと違う。ああベンチオーバーの話になっちゃった。まあでもね小島ね本当に今聞いたらますますいいし、やっぱねあの歌詞もやっぱいいし楽曲もいいから、うん、なんか聴けると思います。俺はねもうこれで持ってきてきてほしかったわ。これさバンって出そう。うん、うん、小島ね、うん、でもできればファーストのジャケを出してほしいぐらい。俺ファーストが好きだったから持ってない。いやでもねこの辺もまたいいんで、うんうん、小島もぜひ、はい、聞いてください。そして聞いてたよみたいな人はねコメントの方もよろしくお願いします。皆さん番組登録いいねの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。